バトラ君はナツヒとクラウスを疑っていますか？それはエリカの真実は卑劣な構築ですが正当です。魔女と結託しているとはいえ赤き真実で認められています。つまり嘘だけで構築した偽の真実では断じてありません。つまりエリカの真実でも筋が通るのです。ナツヒやクラウスが犯人という真実も全くありえなくはありません。それが虚構であろうとも筋は通る。真実と同じ価値を持った虚構なのです。その2つの真実のどちらを信じるか、それはバトラ君自身が自ら決めることです。いや、俺はナツヒおばさんとクラウスおじさんを信じるぜ。確かに金でトラブルがあるのは知ってる。だがそれでも俺はおばさんたちが犯人だと信じたくない。いや、信じられない。これだけ赤で着実に追い詰められたこの盤面上でどうやったら夏日を逃がせますか？わからねえ。だが絶対に屈したくない。夏日おばさんは卑劣な罠にはめられただけだ。エリカの推理はまさにそれに踊らされたもの。だからエリカは意図してかせずしてか本当の犯人の片棒を担いでるんだ。エリカと夏日おばさんを犯人だと告発し、そしてこの場にいる誰もがそうだと信じても、ならばこそ俺だけは夏日おばさんを信じたい。嫌だぜ。誰も夏日おばさんを信じないなら、むしろ俺が信じてやる。本当の真実は全員が納得したら決まるものじゃない。徹底的に双方の可能性を検討してその上で至るもんなんだ。だからこの法廷は嘘っぱちだ。この法廷は夏日おばさんを犯人だとでっち上げるためにしか存在しない。ベアトは夏日を必死に弁護していますよ。違う。ベアトがしているのは抗弁、言い訳でしかない。この法廷では相手の主張に抗うだけじゃ戦えないんだ。だからかつての俺は一方的にベアトにやり込められていたんだ。エリカに勝つのに必要なのは奴の推理のあらを探すことじゃない。奴とは異なる別の真実を見つけ出し、それをあのゲームの支配者ラムダ・デルタにエリカの真実より正しいと認めさせることなんだ。ベルンカステル教の示した赤き真実に抵触せずに、ナツヒが犯人でない真実を紡ぎ出せますか？わからない。だが俺がナツヒおばさんが犯人だと信じない限り絶対に別の真実がある。仮に事件の犯人は魔女ということになってもいい。正しくない真実によってナツヒおばさんに濡れ衣を着せられるくらいなら、夏日が犯人であるとこれほどの赤き真実を突きつけられてもあなたは信じないのですね。ああ、物事ってのは常に信じる奴と信じない奴がいるべきなんだ。たとえいくら証拠が積み重ねられようとも誰かが潔白を信じなきゃならない。世の中には証拠じゃ示せない真実なんていくらでもあるはずなんだ。みんながそうだと言うからきっとそうなんだなんてこと俺は二度と受け入れたくない。
じないなら俺が信じる。本当の真実は否定と肯定の二つの目で同時に見た時にしか浮かび上がらないと俺は信じる。奴らが夏日おばさんが犯人だといくら信じさせようとも俺は犯人じゃないと信じる。それを捨てない。わかりました。ではあなたに私から一つだけ赤き真実を授けましょう。私が真の意味で戦う意志を持ったあなたに送るたった一つの力です。力は幽玄の魔女ワルギリアの名において言える先代の魔女ベアトリーチェとしてあなたに赤き真実を託します。後ろ宮夏姫は犯人ではない。司法取引、クラウスが犯人だと認めたならエリカは夏姫に対する追及を中断、以後は所在不明のクラウスが犯人ということで追及を。どうするベアト、このままじゃ夏姫ヤバいわよ。司法取引を受ける。後ろ宮家の名誉とやらを放棄するなら今回はドローにしてあげようっていうベルンの甘い配慮よ。夫は犯人呼ばわりなどさせません。夫は後宮家次期当主、後宮家の栄光を受け継ぐ唯一の人間です。その人間に犯罪者の汚名を着せるなど断じて許しません。良いのか夏日、クラウスを疑ることを放棄するならもうそなたしか残らぬぞ。そなた以外の全員のアリバイの証明、すなわちヘンペルのカラス、何の証拠もなくそなたを犯人だと断定できてしまう。私しか残らなければ何だというのですか。私は後ろ宮夏姫、逃げも隠れもしない。私は潔白です。そして心に片翼のわしを刻む高潔なる当主代行です。私を罵りたければ罵りなさい、あざけりたければあざけりなさい。誰にも虚実で私の名誉を傷つけることなどできはしないのです。夏日は取引を拒否、ベアトは分かってるわね。夏日が特定された瞬間にラムダは判決を下すのよ。その瞬間に魔女幻想は否定され、あなたは露と消える。夏日のくだらない意地に地獄の底まで付き合うつもり。リーチ、あんたはよく戦ったわ。ここが潮時よ。夏日を説得してなんとかギリギリの妥協策を。ラムダ・デルタ教もベルン・カステル教も真の敵はお嬢様ではなく退屈そのものです。このゲームをまだ繰り返し遊びたいはず。お嬢様が譲歩するところを見せれば喜んでそれを受け入れ、次のゲームに仕切り直すはずです。次のゲームに仕切り直され、このゲームの夏日は、このかけらの夏日はどうなるというのか。そんなの気にしてる場合じゃないでしょ。夏日なんて所詮駒よ。このゲームで取り除かれても次のゲームではまた登場するわ。しかし
お嬢様はそういうわけには参りませんと。今回のゲームでベルンカステル教の手の内は分かったはずです。それを生かし次回のゲームで勝利を目指す方が現実的です。ここはベルンカステル教の取引に乗るのが唯一無二の上策かと。くだらないプライドは捨てなさい。カスパロフもディープブルーも無敗じゃないわ。最後に勝率で勝者を決めるんでしょ。一つの勝負、一つの人生、一つの駒に魔女が執着したら死ぬわよ。すまぬが、そういうわけにはいかなくても、誰もが違うと言っても自分だけは信じる男の強さと、それを捨てなければならなかった男の悔しさ、わらわは知っている。わらわは夏日を見捨てぬ。なぜか。誰もが夏日を疑うのなら、誰かが夏日を信じねばならぬからだ。真実とは、疑う者と信じる者の狭間にこそ見つけ出せるからだ。わらわは見捨てぬぞ。誰もが夏日を犯人と信じるなら、それでもわらわは魔女が犯人であると主張する。それが主張できぬなら、わらわの存在価値などそれまでよ。負けられねえんだよ。真実ってのはさ、誰かが否定するもんじゃねえ。自分が疑って捨てた時に消え去るんだよ。それがベアトの返事。ああ、当然拒否よ。後ろ宮クラウスは犯人にあらず。バカが、もう取り返しはつかないわよ。愚か者の短期にふさわしい報いを受けなさい。奇跡の魔女ベルンカステルの名において赤き真実を語るわ。後ろ宮クラウスは犯人ではない。そしてとっくに殺されてるわ。あんたに電話で声を聞かせた直後にね。これで終わりよ。残りの食堂の人間は全員1時まで食堂を出ていないことは赤き真実で確定してる。つまりもう夏日以外全員のアリバイは証明されてる。後ろ宮夏日以外に犯行が不可能であることを証明しきったわ。主文から読み上げようかしら。被告後ろ宮夏日は1986年10月4日24時に
先に就寝すると偽り、実質へ戻るふりをして、午前1時までの1時間の間に、ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの5人を次々殺害したわ。主文追加、状況証拠からクラウスの殺害も追加を。ええ、そうね。クラウスを殺せるのだってこの状況じゃ夏日以外に考えられないわ。主文を訂正するわ。午前1時までの1時間の間にクラウス、ジョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの6人を次々殺害したわ。殺害可能時間はいずれも24時からの1時間の間だけ。その1時間の間にアリバイを持たない犯行の可能な人物は後宮夏日だけだった。以後ゲームは被告を真犯人として扱い進行。また事件が人間の犯行で完全に証明されたため、無限の魔女ベアトリーチェ当幻想法廷はあんたの存在をここに否定することを宣言するわ。抗弁の機会があるけど、夏日のアリバイを証明できる？もしくは夏日以外が犯人の可能性を示せる？それさえできれば夏日は黒ギリギリのグレー止まり。あんたの存在否定は今回は保留されるけど。アリバイの証明などなくとも、わらわは夏日の無実を信じるぞ。そなたらが偽りの真実をどう決めつけようとな、わらわこそが真犯人である。夏日は無実である。たとえ証拠がなくとも、真相六軒島の夜の主、黄金のベアトリーチェだけが知っています。私は後宮夏日。夫なき今、私が後宮家の当主です。我が心、いかなる恥ずかしめにもくじけることがありません。それはなぜか、お父様が私に心に片翼のわしの紋章を刻むことをお許しくださったからです。私の心臓に刻まれた紋章と名誉を、あなたの証拠とアリバイとやらはどう否定できますか？できません。私の心に刻まれた後宮家の紋章は不滅なのです。よく吠えること。私は魔女が火あぶりになるときは命乞いを泣きわめく子が一番好きよ。あんたみたいな虚勢を張るのが一番興ざめなの。だからその虚勢を打ち砕く赤き真実を私からの最後の贈り物としてあげるわ。何ですか？よせベルンカステル卿。もはやそなたの望んだ真実で上書きされるであろうが、その真実と夏日の真実を相入れるはず。汚さないでやってくれ、頼む。